県庁を訪れたのは藤枝順心の選手や監督など20人です。選手たちは全日本高校女子サッカー選手権で史上最多となる6度目の優勝を成し遂げ、今日は川勝知事から顕彰状や記念品のいちごが贈られました。近頃静岡県をはじめ全国各地で暗いニュースが流れています。そんな中でも自分たちのサッカープレー結果で静岡を照らし続け、今後も感動や希望を与えられるよう精進していきます。川勝知事はそれぞれの役割を果たして掴んだこの栄冠は皆さんの勲章ですと選手たちの活躍を